福音書の8章を開いてください。話の続きになりますけれども、今イエス様がこのガリラヤの地域を意図的に避けながら旅をしているところに入っています。ヨハネがヘロデ・アンティパスによってこの斬首、首を切り落とされました。で、このマルコには直接書かれてないんですけれども、ルカによる訓示によると、このヘロデがあなたを殺そうとしているっていうふうにね、イエス様にわざわざ言いに来た人がいるんですね。ということで、このヘロデは政治的にイエス様に脅威を感じたわけなんです。つまりこのローマに反発する反ローマって言ったらいいんだかな、そういうグループなんではないかという恐れをですね、このヘロデは抱き、そしてこの迫害をしていく、ややこしくなっていったって言ったらいいですかね、人間的に言うと。で、それでイエス様はこのツロの方に行かれました。そこで悪霊、娘が悪霊に疲れていた人がいて、そしてその彼女が信仰を持っていたので、その悪霊が出ていきですね、それからこのデカポリスの方に行ったんです。だからあえて避けてるんですよ、このガリラヤの方ではなくて。だから地図を持っていらっしゃる方はですね、見ると分かるんですけれども、デカポリス地方でガリラヤ湖といいますと東の方になります。でレギオンがこの悪霊ですね、レギオンに取り憑かれていた男からこの悪霊を追い出しですね、レギオンを追い出し、そして覚えてますか、豚がですね、なだれ込んで豚に入り込んでなだれ込んで、あれがデカポリス地方ですね。でその時には、その時男にですね、真人間になったというか、この、正気に戻った男に、この起こったことをですね、言い広げていきなさいと、こういうにイエス様がおっしゃいましたよね。でそっちの方に、この今戻ってきてるんですね。で、その続きをこの8章で見ていくことになります。で、5000人の給食と似たような出来事が起こるんですね。一節です。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。イエス様がこう言われています。大勢の人がやってきたと言っていて、ここは、この異邦人が多くいる地域であるにもかかわらず、大勢の人が来たというのは、先ほど話したですね、この悪霊追い出されたの、レギオンから追い出さ、レギオンを追い出していただいてもらった男がですね、おそらく言い広めていった、その結果じゃないのかなと思うんですよね。大勢の人が来た時にですね、なんと3日間食べるものがなかったんですね。3日間ないんですよ。かなりですよね。しかもイエス様の方についていくために、イエス様の言葉を聞き、イエス様のこの奇跡の技を見るためにですね、3日間食べられなかったんです。どうでしょうか、今そういうことが起こったら、私たちそこまでの根気があるかどうかですよね。食べ物がなくなっても、ここの行われていることは非常に貴重だから、ここで行っているこのイエス様の素晴らしい働きを見ることができるから、この聞き続けたい、そしてこのなんかその癒しも見てみたいとかですね、このそういうですねものが起こっていったらどうでしょうかね。相当なもう本当にこう食らいつくようなですね、こういう働きが行われていて、3日間、食べるのも忘れていたのかもしれませんけれども、もう辛くなっていると思うんですよね。でそれでイエス様の方からこう言い始めたんです。でこのかわいそうにっていう言葉が、いつもお話ししてるんですけども、非常に数多くこの福音書の中には出てきて、スプランクニゾマイと言いますけれども、これは腸が痛むという感じですね。だ腸が痛みそうだ、この群衆のためにですと言っている、ものであってですね、このイエス様の深い深いこの憐れみなんです。私たちの神が憐れみ深い方です。この旧約聖書は怒っていて、新約聖書でイエス様がなんかこの優しくしているっていうのはですね、これ間違いなんですね。
まあ、しばしばこう頑固親父がいてですね、でイエスのこのなんだ、お母さんが止めてですね、なんかそれが父なる神と子なるキリストの間の関係だっていう説明があったりするんで、それは間違いですね。父なる神ご自身を表しているのが、私を見た者は父を見たのですとイエス様が言われたように、で旧約聖書を見ると情け深く憐れみ深いと書いてます。神はこういう方なんです。神はこういう方ですから、皆さんが本当にこと書いていることを知って求めに行くならば必ず満たしてくださいます。違う動機で来たら空回りすると思うんだけど、そうではなくて私はことを書いている、そしたら必ず憐れみを受けるわけなんですね。でここで興味深いのは、あの5000人の給食と比べるとですね、弟子たちの方が、この5000人の給食の方はもう食べるものがないから早く暗くならないうちにそれぞれのところで食べ物を買うことができるように解散させた方がいいと言ったんですね。でここでは彼らは3日も経ってるのに誰も言い出さなかったんですね。でこれはおそらくは異邦人が多くいる地域デカポリスなのでですね、その自分たちの、関心を超え、関心外って言ったらいいかな、また差別していたっていうのもあると思いますね。この異邦人であって、そしてその異邦人はこのイエス様のね、イスラエルのメシアである、イスラエルのこの預言者であるイエス様からのこのミニストリーを受ける必要はないという気持ちもあったかもしれません。イエス様の方からそのことをお語りになっているわけなんです。でこれもとっても大事ですね。いつの間にか私たちの心の中には差別というか、差別っていうとなんかちょっとなんか今は社会問題というか人権的な話になっちゃうんだけど、そうじゃなくてなんていうのかな、区別というか、ここまでが私が何かできる領域だし、ここまでが関心のある領域だけれども、まあ、ここではないものは、まあ、私はそれは違うんだっていうですね、まあ、こうなんかどこかで設けてしまっていると思うんですよね。まあ、無関心であるか、あるいはえっていう、こうなんか反発であるとかですね、いろいろあるかと思います。まあ、例えばこの地域、西東京の地域も目の前にはね、この改正の人たちがいるから、改正のことはね、この学生のことは一生懸命祈るかもしれませんよね。で祈ってます、うちの教会でもね、私たちね、彼らの中で誰か怒ってくれないかなって祈ってますけれども、実はムスリムの人が多かったりするんですね、ここは。ハラルの食べ物のこのところがあるわけですよ。ですね。じゃあ伝道するかっていうのはまだしてないですよ。全然してないですけども、もしかしたらですね。そして日本語学校とか結構あるわけですよね。日暮里の方に行くと、あるわけですけども、そこにいるのはベトナムの子と中国の子ですね。主にいるのはですね、もう本当に、そして、もちろんですけど、今バイブルカフェやってますけれども、もう本当に家で一人でおられる、この年を召した方々がたくさんおられるわけですよね。もう本当にいろんな方々が、いてて、私たちのこの関心を超えたところにあるですね。でそうするとですね、どうしてもこう、いわゆる視覚っていうんですか、視覚っていう言葉分かりますね。見えない盲点って言ったらいいかな、視覚の中に入ってるわけですね。でもそれは本当にいつもイエス様によって、自分ができるできないにかかわらず、取り除いていただく必要があるわけなんです。で次に4節ですね。弟子たちは答えた、こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスはお尋ねになった、パンはいくつありますか。弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについても神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そして余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。そこにはおよそ4000人の人々、これ男たちって訳した方がいいかもしれませんね。この実は女と子供は含まれません。4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマネたち方に帰った。でこのように5000人の給食の時とほぼ同じ、なわけなんです。5つのパンしか5000人の給食の時になかったですけど、こう7つのパンが
まあ、あるわけですね。で、小魚もありますし、地面に座らせています。前回は青草があったので、この春でやることが分かるんですけど、これ春ではないかもしれませんね、この時期は。そして感謝に祈りを捧げたり神を褒めたたえているというのが書いてありますけど、これはあのユダヤ人 の、まあ、あのこれ食べる時に行う祈りなんですね。こう決められた祈りがありますけれども、まあ、これをこれ祈って、そして神を崇め感謝するというのは、つまり神からこれらのものが与えられるということをこの信じてですね、この配っていっているわけなんです。そして午前中お話ししましたが、大事なのは弟子たちに配らせているということですね。関わっているんです。でこれが、この私たちのまさに教会であって、このイエス様の働きに私たちは関わらせていただいている、関わっていっているんだということです。私たちがしているようでしてないんですよ、ね、配ってるだけですから。こう増やしてるのはイエス様ですからね。で満腹しました。でパン切れを取り集めると7つのカゴになったんですが、英語読むと大カゴっていうふうにね、ビッグラージバスケットって書いてあるんですよ。あの実はギリシャ語が違って、この5000人の給食の時にはこうちょっと普通にこういうなんですかね、カゴなんですけど、こっちのカゴはあの人が入れるほどのカゴです。あのパウロが、このダマスコから逃げる時にカゴに乗せて、降りていってですね、逃げていった。だからそれだけ大きなカゴなので、7つカゴとありますけど、実は量的にはこっちの方が多かったと思いますね。それ12カゴよりも、まあ、そういう状態ですね。で、解散もさせたわけですね。これも似てます。でなんで解散をさせるかというと、まあ、ヨハネの福音書だとユダヤ人の場合はイエス様を王として担ぎ上げようとしていたということと、あとは彼らが追っかけを始めるんですね、イエス様の。だけどももっとパンが欲しいと腹減ったから、結局パンくれってただでもらえるっていうね、こういう欲を出していたんですね。それなのでイエス様は解散させます。先ほどまでかわいそうに思われて食べさせたわけでしょ、けど今度は解散させるわけなんです。でその違いというのが、私たちキリスト者、私たちというよりも神様ですね。神様はこの必要を満たされる方ですけれども、欲を満たす方ではないんですね。この違い分かりますよね。必要を満たす方ですけれども、欲は満たさないんです。なので解散させて、で大事なのはですね、弟子たちと時間をすごく過ごしてるんですよ。異邦人の地域に行ってるっていうのは、このヘロデから免れるということもあるんですけれども、あれですね、弟子たちと本当にじっくりと時間を作っていくということなんですね。教会はですね、私たちはとてもこのみんなで集まっていくっていうのもすごく大事なあたりで、これはもう前提でねお話しますけれども、本当にこのじっくりとね、この神の国について、イエス様について知っていくためにはですね、このと少人数で、こう人里離れたところっていうかな、それでこう行っていくということはよくありますですね。交わる、そして弟子作りっていうんですけどもね。でダルマヌタ地方に行ったってですね、だから、今は、このガリラヤ語がこうあるとするとですね、皆さん下向いてね聞いてらっしゃる方は気づいてないね、今こうやってジェスチャーしてるんですよ私ですね、ハープの形をしてるとよく言われますけれども、この ガリラヤ湖っていうのがですねこうなってて、で、皆さんから見るとこっちが東かなですね、こっちが東ですね。でこのこっちのに今いるんですけれども、ダルマヌタっていうのがこの西側北西になりますですね。で、北西のところにマグダラがあるんですね。マグダラが、これダルマヌタ地方っていうのはマグダラのところではないかと言われて、今はミグダルと呼ばれますけれども、でここはユダヤ人の町なんです。で、遺跡が今でもこう活発に発掘されててですね、で当時のイエス様の
おられた時の時代のユダヤ教の街道シナゴーグの跡がもうこのすごいしっかりとした姿で出てくるんですよ。イエス様はそこに行かれて説教されたっていう可能性は 90% 以上かもしれない、まあ、そこに行くことはできるんですけどね。でそこに、まあ、行ってまただからガリラヤ地方に戻ってきたんですね。ところがですね、11節です。するとパリサイ人たちがやってきて弟子イエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか、まことにあなた方に言います、今の時代にはどんな印も与えられませんと。がっかりするようなことが起こりました。パリサイ人がやってきてまたイエス様を試して陥れようとしたんですね。天からの印なんですね。今までは悪霊を追い出すであるとか、まあ、そういうことをやって、これは地上の印であって天からの印、これによって神からのものであるという本物の預言者かどうかを、この見せなさいというね、まあ、そういうことをや言ってきたわけですよ。天を見上げて深く探索したと、深く息をしたっていうのはですね、あ、心の中で聞こえてませんだ、覚えてますかね、7章で耳が聞こえなくて口が聞けない人を癒された時も天を見上げて深く息をしたってあるんですね。これはもうこのような状態になっているというのが、もう縛られた状態、囚われている状態であって、これが神様の御心とは全然違う、罪が入った結果としてね、この世界に入った結果として起こっていることに対してその探索しておられたわけですけども、ここでももう本当にもうどうにもならない、もう霊的に耳も聞こえず口も聞けないというか、もう無感覚というか、そうなってしまっている、霊的にもう不具者になっているような、そういうことに対してもうため息を深くしている。で今の時代というか、この時代って言ってるんですね。でこの時代っていうのは、これはとても、その定められている時代ですよ。世代って言った方がいい、40年間ぐらいの世代って考えた方がいいですね。でこれがメシア、神が到来する時代だったわけですよ。イエス様事実来られたわけでしょ。これ特別な時にもかかわらず、イエス様は印は与えられないって言ったんです。でこれは他のマタイだと、これヨナの印以外は与えられない、これ復活ですね、イエス様もね、与えられないんです。でこれは結局イスラエルの民もアラノにいた時に、その世代時代が滅んでしまったわけですね。彼らもたくさんの印奇跡を見たにもかかわらず、この神様を試してですね、結局不信仰に陥ったわけなんです。でそれと同じものを見て、イエス様はこの時代にはもう印はない。でここで大事なのはね、印というのはですね、心を開いてこそ神からのものだって分かるんですよ。心を開いてこそ、どんなことが起こったとしても、起こればね、信じるかもしれないじゃないんですね。本当に心を開いている、求めている人にはこれが神からの印だって分かるんですよ。でこれを、そういう印は一切ないよっていうのは、つまり頑なな世代なんだよあなた方は、とイエス様がおっしゃっておられます。で13節です。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。もうだからちょこっと行ってみたんだけども、ああもう全然ダメだから、また戻ってきたわけですよ。そして弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさいですね。これがイエス様が、偽りの教えとして教えておられたのは、このパン種ですね。午前中にお話しました。イエス様が今受けている、なんていうの、抵抗勢力というのが、
2つあるわけですね。これが宗教的な抵抗勢力と政治的な抵抗勢力で、政治的なものはヘロデ・アンティパス、だからヘロデのパンダネです。そしてこの宗教的なものというのがこのパリサイ派ですね。イエス様が彼らの言い伝えをことごとく破っていたわけですね。神の戒めを破っていたわけでは全然ないんですね。でそれによってこのパンダネと呼んでおられるわけなんです。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を固くなにしているのですか。目があっても見えないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですかと、このようにイエス様がもうちょっとこう訴えてるみたいなね、そういう感じでおっしゃっているわけなんですよ。でこのイエス様の使われている言葉というのはもうイスラエルの民が分かるはずのものが全然分からないということを嘆いて嘆息しているこの預言者の言葉とそっくりなんですね。例えばイザヤ書の41の18節からね、耳の聞こえない者たちを聞け、目の見えない者たちを目を凝らしてみよ、私のしもべほど目の見えないものが誰か他にいるだろうか、私が怒る死者ほど耳の聞こえないものが他にいるだろうかってこれ書いてあるんですよ、ね、このようにして見えていない主のしもべであるはずの者たちが見えてない聞こえていないということを嘆いておられます。私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは7つです。イエスは言われた、まだ悟らないのですかと、非常にこれ単純に話しています。余ったよねって、4000人給食の時も5000人給食の時もパン1個しかなくて慌てふためいてるの何やってるんですかって話なんです、ね、パンダネの話をした時になんでそんなこと議論してるんですかと、私がそんなことをなんか足りないということで咎めるはずがないじゃないですかと。でも私たちが、まあ、午前中お話しましたが、このああこれやってない、あれやってないとかって言ってイエス様が言わんとしてることをパーンとどっか飛んでってしまうわけなんですね。で次の興味深い奇跡があるんですよ。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願しだと。はい、このベツサイダというのは、この聖書地図ですね、まあ、私がこのなんかこうなってるわけですけれども、ですね、皆さんにとってはこっちが東か、こっちは西ですよね。そう、うん、OK、で、このダルマルタ地方からこう移動して、またこう向こう岸に渡って東の方に来たわけです。そしてベツサイダというのは東なんだけども北の方です。でここにね、このヨルダン川がね、このガリラ湖に入るところがあるんですよ。こう、わかります?ね、こう入ってって、そしてこのガリラ湖があるんですけど、そのガリラ湖の入ってったこの東、こうちょこっとこっちの東の方です。ここら辺にベツサイダがあって、で、ここまでギリギリ、あれなんですね、ヘロデ・ピリポの領地なんです。ですか?ヘロデ大王が死んだ後に、その領土を分割して統治したんですね、息子たちによって。でこのヨルダン川の西側の方までがあのヘロデ・アンティパスの領地だったんですけど、その川を越えると、このヘロデ・ピリポのですね、領地になって、そこも安全なんですよ。ですね、でもこっちの方はもっと違法人が多いっていうことですね。でベツサイダというのは、漁師の家という意味で、まさに、ペテロとアンデレとピリポの出身の町です。でそこに今やってきて、そして人々が目の見えない人を連れてきて触ってくださいとお願いしてるんです。
でこの前、もう、このいましたよね、あのほら、あの口の聞けない人、耳の聞こえない人、どっち、二重苦の人がやってきて、同じように、この、彼に触れてほしいということをお願いしたのと同じ状況であります。イエスはその人の手を取って、村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に椿をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれたと。この村から出しました。で、あの耳の聞こえない人、口の聞けない人、二重苦の人もやはり群衆から引き出されたんです。でこれがイエス様が、行われた方法で、この群衆の中でそれをなんかパフォーマンスっていうか、なんかこのエンタテじゃないけれども、なんかこう見せるような感じでやったのではなくてですね、イエス様は本当にその人がこの神の栄光を知ってもらう、神の恵みを知ってもらうためにですね、個人的にそのミニストリー、この世話をするっていうか、この関わっていくためにですね、こう引き離してですね、あのヤイロの娘の時もそうだったでしょ、こう追い出したでしょ。不信仰があるんですよ。その不信仰っても関心がないってことで、関心あるから集まってきてるんですよ。けれども別の動機で来ているっていうのが多くてですね、そしてとかくゴワーッとこういろいろと動いちゃう。だから意外にですね、クリスチャンの間でさえですね、こうみんなでゴワーッてなってる時、特にあのフェイスブックなんてね、あのなんかいいねがボワーッとこうつくじゃないですか。大したこと書いてないんでボワーッとこうついたりするんですけど、一生懸命書いてもあんまりつかない時ってあるんですけどまあそれ今冗談なんですが、クリスチャンとて例えば有名な、なんていうのかな、この人のところにはこうわーっていくけれども、本当はすごいしっかりとなんかこう御言葉を取り継いでる人のところにあまり来ないとかね、本当にこれすごいなっていうところに人はあんまりいないとか、だから流れがあるんですよ、クリスチャンにとってですね。だから必要なのが、このちょっと離れるっていう時も必要です。離れるっていうのはね、その、あの集会に来ないとかそういう意味じゃないんですよ。それでも来るんだけども、その一人になる時も必要なんだということ。そしてこのフォーカスをですね、こうちょっとこう調整してもらうんですよ。このメガネを調整するか、霊的なメガネをね、調整していただくわけですね。でこういうことをこのして、イエス様は一人一人にこの関わっていかれるわけなんです。でこれ興味深いのが、このどこにあるんだっけ、23節読みました、まだ読んでないですよね、読んだかな、23節読みました、あ途中までか、目の見えない人を連れてきて、彼を触ってくださいってイエスに懇願した。読んだかな。で23節、イエスはその人の手を取られて、あこれ読んだね、うん、そして彼の、あそうだ、途中で終わったの、そう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 、ありがとうございます。彼の両目に椿をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。でこれもとても似ていて、椿をつけたっていうのがね、この前もありました。でこれはあの私たちがね、この聞くとなんか汚えなっていう感じになっちゃうんだけど、椿をねつけたらさ、ゆえやってなっちゃうじゃないですかだけど当時はですね、それが癒しのね、こうジェスチャーっていうか、癒しをするよっていう、なんかあのお母さんでもなんかちっちゃい子だったら、なんか昔だったらやったんじゃないですか、こうなんかそういう感じですね。それを行われて、で何か見えますかって聞かれたんですね。すると彼は見えるようになって、24節、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。はい、ここ本当に珍しいというか唯一だと思います。イエス様がこの癒しを行われるときでは、一発ではっきり見えたりとか、一発で立ち上がることができるとか、もうそんな中途半端な、なんかあたかもなんかイエス様に力がないかのようなね、まあ、そういうものではないのに、ここはそうなってるんですね。二段階で追い出しになってる、ね、再びね、彼の両目に当てられたら、で彼がじーっとこう見たわけですよ。こうじーっと見てたら、なんかちょうど僕もそうなってほしいな、イエス様にやってボーッとかってね、あの見えるようになったと。で村には入っていかないように、これもやっぱりあのあれですね、もうその目的がずれていくっていうか、この彼が治ったっていうことを言ったら意味がなくなっちゃうっていうかな、イエス様の、イエス様がイエス様として伝わらないので、その入っていかないようにと、まあ、こう言われたわけですけれども、でこの出来
事ね、なんでなのかなって、イエス様は癒される能力が足りないわけでもないし、信じ方が足りないわけでもないんですよ。でここでずっとこう辿っていくとね、18節で目があっても見ないのですかっていう言葉があるんですよね。で文字通り の, あのこの目の癒しなんですけども、霊的な意味合いがあるわけなんです。それが弟子たちの霊的な状況ですね。まだぼやけてしか見えていないんだよっていうことをね、でこれからもっとはっきりと見えるようになっていかなければならないんだよっていうことなんです。で私たちキリスト者がこれを皆がその課題として持っているわけなんです。イエス様をどれほどはっきりと見えているかどうかなんです。もちろん知識的には文字面はね、もちろんこれイエス様がこういうことしたああいうことしたということは追えていけますよ、追っていくことはできますよ。でそういう話をしているのではなくて、本当に実体験として自分の生活の中でイエス様が生きて働いてこういう方なんだということを人格的に知っているかどうかということになった話は別なんですよ。ですね、で今ここでそういうぼやけているんだよと、事実弟子たちは4000人の給食の直後にですね、1個のパンのことで慌てふためいているんですよ、ね、ということは分かってないんですよ。イエス様がそばにいるっていうこと、イエス様が分かってないんですよ、悟ってないんですよ。けれどもこれから彼らは知っていくようになります。はっきりと知るようになるのはこれも復活の後、イエス様がその時にルカによる福音書を見ると分かるんですけど、彼らのこの心、鈍くなっている心をね、悟らせるために開いたっていう言葉があるんです。復活の後に開いてですね、イエス様がそれで悟ることができるようになり、そして聖霊が下ることによってもう明瞭になって人々に伝え始めたわけなんです。もちろん私たちは後知恵で全部をこうやって知ってるわけですけども、実は私たち自身もこの弟子たちと同じプロセスを通らないといけません。つまりぼやけている中ではっきりと見えるように御霊の注ぎが与えられるように祈るわけですね。あとは信じるようにするですね、いうことです。そして午前中お話ししましたけれども、パンダネが私たちを邪魔にします。パンダネというのが立法主義ですね、パリサイ派の方は。そしてヘロデのパンダネというのは世との迎合というかな、この世との混交といったらいいかな、この世の価値観と混ぜ合わせてね、この物事を、霊的なことを見ていこうとしていくというですね、こうしていくと本当に見えなくなっていってしまいます。そして癒しについてお話しするならば、本当にいろんな形でのこの癒しをこうやって見てきたじゃないですかですね。で神の働きっていうのはね、本当にいろいろなんですよ。とかく私たちはこれは神の働きではないのかっていうことを想像してるんですね。でそれに当てはまらないと、あ、これは神が働いておられないというふうに思っちゃうんですね。午前中にお話ししたあれですよ、シェリルさんが、シェリル・ブロードソンがね、イギリスで21人の女の人が救われたと、来たというふうに言ったときに、っていうふうになって、こっちは喜んでるのにね、ね、僕たちなんか8人だからさ、そんなことを発表しちゃったら、もっとなんか、でしょう。いや、でもね、私反論したんですよ。またこの選挙会議をね、報告しますと。報告の報告なんだけど、みんなの報告者の報告してんだけど、最初に、もうテーブル、食事、飯食うときにね、ね、Japan is one of the most difficult countries ってね、これ一番難しい困難な国だって、ね、もうみんなに言われるって、みんな知ってるわけ。 99% 以上がイエス様信じてないって、ね、でその最初に僕のことを紹介するときも、One of the challenging とか何とかって、もうチャレンジングなところだって、チャレンジってもうすごい大変なところだってことですよ。みんなに言われるんだって僕言ったんですよ。だけど僕は言い返したんです。 I'm excited ってこう言ったの。僕はエキサイトしてるんだって。これは大変だけどもエキサイト、この喜びがないってことじゃないんだよっていうふうに言ったら、でも拍手が起こりました、拍手が起こりました。このように
いろいろあるんです。だからえっていうこととかおっとかとかうっすーとかそういうのも全部加味してください、ね、年末にね例えば、ねあのね、老人ホームに行ってね洗礼式お願いしますって言われてもうあったことないどうしようかなとか思いながら行くわけですよ。さすげましてもイエスも信じるってその時もね言えるのかなってすっごい心配なやつ沈黙の時間が長かったんですよ。イエスも信じました、ね、でこのように本当にいろいろあるから私たちの方で壁作っちゃダメです。多様な方です。神は何とかして救おうというこの御心は一つなんですけどもいろんな形でまた癒しも同じです。で次にこのマルコによる福音書全体で大きな分岐点に差し掛かります。このマルコによる福音書というのはイエス様が仕えておられるこの神に仕えておられる黙々と体を動かしていくイエス様の姿を見ることができています。他のマタイと教えるラビとしてのイエス様がはっきりと現れてるんですけどこちらはですねあまり教えがなくてですねすぐにってどんどんこうパッ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 と動いていくもうさっさっさっと動いていくそのイエス様のお姿があるんですね。でこの8章の次から読むところからイエス様が今度はこの神の子であってキリストであるということの力を持ってね癒しとかそういう印を持って表していたところからですね今度は十字架の死に至るまで神に仕えていく姿ですね。そのお姿を見ていくことになるわけなんですね。では27節です。さてイエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。はい、先ほど あのこれ地図を思い出してくださいね。こうあのガリラヤ湖があってですね、でこうヨルダン川があって、そしてあのこっちの方にですね、この別サイドがあるって言ったでしょ。で今ちょっとこう南に移ってきますね。これにこのあのガリラヤ湖があって、この、ヨルダン川ですね。で別サイドがある。別サイドからそのピューンと北に行くんですよ。50キロちょっとピューンと北に行くと、まっすぐに行くとピリポカイサリアがあります。でそこはヘルモン山というのがイスラエルの最北端にある大きな山なんです。スキーができます。今の時期ですね。でも視界に行ったらね、海水浴ならず、なんだ、遊泳できるんですよ。遊泳できないのは泳げないんで、あそこね、浮かぶからね。浮遊するんだ。浮遊って言ったらなんか変わらない。それだけ多様な気候を持ってるんですけど、イスラエルという国は。そのヘルモン山にからですね、この山の南の方の山麓ですね、麓になるのがこのピリポカイサリアで、今はバニアスと呼ばれています。で、そこには水源がありまして、水が流れていくバニアス川っていうんですけども、ヨルダン川の源流になるのは4つ主にあって、その1つがバニアス川なんです。でその洞窟のところからこの湧き上がってきてですね、そしてこう水が流れているのも今でも見ることができるんですが、そこに遺跡があるんですね。何の遺跡かというと、洞窟に生贄を捧げたりする国、パンというね、この神、ギリシャの神話に基づいた神ですね。異教の聖女、パンと呼ばれる神の聖女だったんですね。で、なんでバニアスっていうかというと、パニアスっていうふうにね、いう名前だったの、本来は。ところがね、現地の人っていうのは、アラブ人が途中でね、P が発音できないんですよ。P が。B になっちゃうの、彼ら。P が B。今僕は P が B って言っても、アラブ人には聞き取れないらしいんですよね。日本人も R と L が分かんないとかね、よく言うじゃないですか。ね、それと同じようにね。で、新約時代の中に話戻しますと、紀元前の20年にヘロデ王が皇帝アウグストからこの町が与えられて、で息子がね、ヘロデピリポじゃないですか。でヘロデピリポが町を拡張して美化して、で皇帝ティベリウスに敬意を表するためにカイサリアって名付けたんですね。
カイサリア、カエサルのことですよ。でもカイサリアってもうすでにねついてる名前があったんです。どこか覚えてます？カイサリア、地中海の港湾っていうか、この、 あのヘロデの、あそこにほらローマ総督が駐屯してたところですね。だからそこと区別するためにピリポ・カイサリアというふうに名付けたわけで、異邦人がもうの異教が濃厚なんですよ。今言ったようにギリシャ神話に基づくそのなんですかね、異教の神殿もあって、そして皇帝崇拝も行われて、まあ、大体ローマの時代ってこんな町、ギリシャの神話のお宮と、あと皇帝のお宮と、日本のね、あのなんか神仏一体、あのなんで神社の中に、あ、神社ないや、寺の中にね神社の祠があるのかっていうのを、なんかあの浅草行った時もあるんですよね。寺だったのになんで神社がなってでも一体化してるじゃん、ますよね。まあ、そういうのが実はローマ社会の中でも当たり前でした。そういうところにイエス様がなんでわざわざ行かれたのかっていうことなんですよね。まあ、一つはその非常に危険だった、これから重大発言をイエス様するわけです。というか引き出すわけです、ね、そして、ユダヤ人がなるべくいないところ、そしてこの個人的に弟子たちと時間を取る、まあ、ところとして選ばれたわけなんですよね。いろいろ神々だと言われているところにあって、この方が唯一の神の子であってキリストなんだということをね、まあ、告白するわけなんです。彼らは答えた。人々が私のこと何て言ってるかというから、バプテスマのヨハネだと言っています、イリアだという人や預言者の一人だという人たちもいますと、まあ、この、村々を歩きながらですね、こう 歩きながらこうちょっと立ち止まって聞いたんだと思うんですね、イエス様が。で、噂では弟子たちは耳にしていますから、バプテスマにはね、これはもうヘロデ・アンティパスがね、バプテスマのヨハネのよみがえりだってこう言ったわけですよ、イエス様のこと。そしてエリアっていうのもそうですね、十字架につけられた時にこのエリアが来るかどうかこう呼んでみようとか、エリアっていうのは主が来られる前に来る預言者です。で、そして預言者の一人っていうのはモーセのような預言者の一人です。で、こういうようにしていろいろ言ってたんですけども、するとイエスは彼のお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。で、ペテロはイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスはこう自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められたと。こうギリシャ語を見ると、あなた方は私を誰だと言ってますか。他の人たちはこう言ってて、ああ言ってこう言ってああ言ってるけれども、あなた方は私を誰だと言いますか。このようにイエス様が言っています。これすごく大事な問いかけです。私たちキリスト者はこの主体的なんです。で、イエス様を信じるっていう時は非常に主体的なんです。今までの印とか教えとか、このようなイエス様の姿を見ていて、あなたは何と言いますかっていうんですね。だから私はキリストだから信じなさいっていうふうに言ってないんですよ。ここはイエス様らしいですね。パウロの場合はもうこの方がメシアですって言ってね、こういうふうにはっきり言ったんですけども、イエス様は引き出しておられました。引き出して、あなたはどう思うんですか。だから時々この、皆さんにもですね、このまだイエス様を信じてない方には、じゃあどう思ってるんですかっていうのを私よく聞きますよね。これすごい大事なんです。それは今までもう ここに来てたら、いろいろ聖書に触れてたらもう分かってるんですよ。分かってるんです。だからあとは自分が主体的に、あなたはキリストです、イエス様はキリストです、また神の子です、このように言うことが必要になるわけですね。キリスト生活というのは漫然としていないというのが大事です。こうなんかぼーっとして、あ、なんか今日はなんか話聞いたな、うんうんとかですね。で、ここで知ってほしいんですけども、あ、なんかここでピリポ・カイザリアの位置が分からなかった、なんか、あ、今日は分からない、そういうね、そういう細かい話じゃないんだよね。そういう話じゃない。分からなくていい、そういうのは。分からなくていい。分からなくていいんだけど、そうではなくて、本当に自分の生活の中で、
あの弟子たちと同じようにこのイエス様の奇跡を見ているにもかかわらず1個パンが1個しかないということで慌てふためいていたりとかですね、本当にこのイエス様が誰なのかいろんな話は情報は聞くけれども自分が確固としたあのこの告白をしていないですね、そういうあの状況ですね、これをはっきりとさせるわけなんです。でメシア、キリストだってシンプルに答えています。あのマタイの福音書だと生ける神の御子キリストですとなってますが、マルコは、まあ、すごくシンプルにこのそこの部分だけを選んで書いています。キリストとは一体何なのか、まあ、あのギリシャ語ではメシア、メシアはどういうふうに捉えていたかっていうのを知るためにはこの私たちの旧約聖書の学びを思い出す必要があります。旧約聖書の学びですね。でその時にイスラエルの王として愛されて選ばれたのがダビデですね。でダビデ、でその後でソロモンが、この平和と繁栄の王国を作って、で王国は分裂して北のイスラエルはアシリアによって倒れて民が捕らえ移されました。で南のユダの王国はバビロンによって捕らえ移されましたけれども、メシアというのは油注がれたものという意味なんです。油が注がれる、今油注ぐってことやらないね、日本の文化でないですね。油注ぎちょっと気持ち悪いね、飲んでたらまた新しい新興宗教みたいになっちゃうんだけども、当時はどうかというと任命式なんです。王にしろ、預言者にしろ、祭司にしろ、これが神によって選ばれた、神に立てられたものであるという任命をするときにでするんで、ダビデも油を注がれてですね、王となって神に選ばれた王となったわけなんですけれども、どん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 さっき言ったようにこの王国は分裂した後に王が悪くなっていって、それであの南ユダ王国までがですね、このバビロンによって捕らえ移されようとしたときにエレミアが予言したんです。見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はダビデに一つの若い若枝を起こす、彼は王となって治め栄えてこの地に公正と義を行うと。だから若枝を起こすっていうのは子孫が出てくるってことです。ダビデから子が生まれるって、子って言ってもその子孫ですね、その末裔が今度は神の国を治め、王となって治めるようになるよっていう、これがメシアなんですよ、ね、ところがですね、このバビロンから70年後に戻ってくることができた後も異邦人の支配が続きました。ペルシャによって、次ギリシャによって、ギリシャの時はひどい迫害が起こりました。そしてローマが次に支配するようになった、ローマが、ギリシャに勝って、そしてですね、紀元前の63年にローマのポンペイウスが、まあ、武将ですね、この将軍ですけども、エルサレムを包囲して攻略して、その時からですね、このユダヤ人の中でもメシアへの思いが絶頂になったんです。どういうふうに思ってるかって言ったら、異邦人の国々のこれ力を打ち砕いてボロボロにして、そしてダビデの王座につく方が現れるということです。確かに、ね、ダニエル書にね、この人の像があって、そして人間の国を粉々に打ち砕くこの石が出てくるんですよ。そしてそれが大きな山となって、これ国となるということですね。これが彼らが願っていたところに、この当時ですね、イエス様以外にもメシアっていうふうに言って自分で自称した人が結構いたんですね。でその出てはいなくなって、出てはいなくなってというところにあって、イエス様が現れたんですよ。そして数々の奇跡、しかも旧約の聖書の予言されている、その例えば、目に口の聞けない人が聞けるようになるとかですね、この足が聞けない人が立つようになるとか予言されてますけど、神の国が来たらそうなるって、それをですね、ことごとくイエス様が行われていったわけなんですね。だからここでメシアというふうに、この、ペテロがキリストですというふうに言った時にですね、イエス様はきつく戒めたんです。なぜかと言ったら、イエス様は当面そういうことはしない、ローマを打ち砕くことはしない、むしろその逆に見えるようなことを受けられるわけです。ローマの十字架につけられるという。だから絶対に言うなと、これから私はキリストだからこそ、キリスト
キリストだから十字架につけられてもこれじゃキリストじゃないと、じゃなくて逆でキリストだからこそ十字架につけられるんだよということを明らかにします。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。信じられないですよね。ローマの十字架の貼り付け、あんまりにも彼らの描いているメシアとはずれてるわけです。しかも3日目によみがえる、もうわけわかんない、さっぱりわかんない発言でした。でここにユダヤ人が見捨てるわけですけど、指導者がね、一つは長老ですね、長老たちとありますけど、これユダヤ人の一般の人たちに受け入れられていた指導者で、多くはパリサイ派の人たちだと思います。祭司長っていうのは神殿を管理している、まあ、ローマとやりくりしてですね、政治的に神殿礼拝を守っていた祭司長、サドカイ派の人です。で立法学者というのは聖書に精通している人で、みんな権威なんですよ、権威、ローマの宗教的な権威です。でローマじゃない、間違った、ユダヤの。でイエス様をメシアとして当然受け入れるのが前提のはずなのに、むしろ彼らに捨てられて、そしてローマに明け渡されるわけです。で他にローマに反逆した者たちがこの釘打たれてですね、貼り付けにされるのと同じように十字架に、イエス様も十字架によって貼り付けにされるなんていうことをイエス様が言い始めたわけなんですね。ここがすごい大事です。これまでのイエス様は奇跡や印をもってご自身が神の御子であることを明らかにされたんです。キリストであることを明らかにされたんです。その全能の力を持っておられる方が仕える姿をとって十字架の死に至るまで仕えていかれたというしもべの姿を取られたというのが大事なんです。それがあのピリピの、2章ですか、神のお姿であるにもかかわらずそれに固執をしないで仕える者の姿となり、ご自分を虚しくされて、そして、十字架の死に至るまで従われたって書いてあります。それゆえに神がこの方を引き上げて、父なる神が、そしてあらゆる天をくぐって、そしてあらゆる名に勝る名を与えられましたと、それによって全ての人がイエスが主であると告白しひざまずくんですよって書いてあるんです。でこのイエス様の生涯そのもののが聖霊によって御霊によってキリスト者の生活の中で展開されていくわけなんです。仕えていく姿、従っていく姿、へりくだっていく姿、これは逆説的に見えます。でこれは世の中のこの姿とは全く正反対に見えていきます。しかし全て高く上げていくのは神ご自身なんです。自分が仕えて従っていくというしもべの姿を取るからこそ、神ご自身が引き上げてくださって神の子供としてこの神の国を統治することができるようにさせてくださるわけなんです。イエス様は仕える姿を取るときに結局どういう形で仕えていったかというと、身の代金ですね、身の代金、罪と悪魔に売り渡されている人々をこの命を身の代金として差し出して神のもとに引き取っていくと、そこまでやったんです。で、マルコの10章の45節ですね、人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。この贖いというのは身の代金のものです。32節、イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わない人のことを思っている。主従関係が変わっています。主人としもべの関係が変わっちゃってるんですね。イエス様がペテロを引き連れて、イエス様がペテロをいさめたっていうのは分かるんですよ。逆になってるんです、主語が。
正反対になっちゃったんですよ。とんでもですよね。そして案の定イエス様がサタンって言っちゃったんだよね。なんでこんな風になってしまったのか。ペテロがあなたは神キリストだと言った時っていうのは、これはペテロがなんか思いついたというよりも、まあ、ペテロが思いついたんですかね。天からの助けがあって、示しがあって、それで話したんです。でその時ペテロがね、ブルルルルルルとかなったんじゃないですよ。普通に言ったんですよ。でこれに精霊の働きっていうのは不自然なんですね、多くの場合は。それも言ったんです。でこの時にペテロがなんか神の大いなる恵みによってそのように言うことができるようになって、ペテロが何かすごいんじゃ全然ないんですよね。なんですけれども、この彼はイエス様と距離が悪い意味で近くなっちゃったんです。あくまでもイエス様が主であり、自分はしもべなんです。距離があるんです。でも何か悪い意味で、英語だとバディっていう言葉あってね、こうなんか対等に付き合う友達みたいに、こうだから距離を近づけちゃったんですね。それで傲慢な思いも出てきちゃったんです。甘えっていうかですね。でこれ危険ですね。私たちが集まっているのは、あのこのイエス様との関係もそうだし、あと互いの関係もそうなんですけども、イエス様によって集まっています。でイエス様との交わり、深い交わりがあって、親しい交わりがあってこそ互いに使い合うことができるわけであって、でここでなんかあの取っ払っちゃってね、この近いんだからこう分か、あのなんだろう、あのできると思ってこうなんか言ってみたりとかね、または自分が言うこと聞いてみたりだとか、ある意味で距離を取る必要があります。でその距離というのは疎遠にするという意味では全然ないです。そうじゃなくてイエス様に会って付き合うんですね。イエス様に会って話して、イエス様に会って親しく交わって、イエス様を分かち合うって言ったらいいかな。わかりますね。これ交わるときね、お互い知り尽くす必要全くないんですよ。でもお互い知り尽くしてないのに、なんかもっと深く話せるっていうか、こう交われるっていうか、なんでかって言ったら、自分のことを話すときっていうのは実はイエス様のことを話してるんですね。イエス様、自分に恵んでくださったイエス様を分かっちゃってる。だから相手にとってもイエス様を知ることはできるし、もっともっと深くあるんですよね。例えば私たちが、ちょっとね脱線したんですけども、選挙会議行った時にですね、まあ、毎朝祈るんですよ。蒼天祈祷会があるんですよ。私時差ボケだから、もう朝3時4時起きちゃうから、6時から始まるの、もう目をパッチリ開いてですね、みんな眠い眠いとか言ってたけど、僕は全然眠くなくて祈ることができるんですけども、そこにまあ50人かな、30、40、50ぐらい集まるんですよね。で本当に毎回毎回ね、すぐそばにね、こう不思議に祈らなきゃいけないなと思う人が来るんですよね。で短期選挙行ってるじゃないですか、私たち。でそこにまだ残ってる人がそばに座ってたんですよね。まだいるのかってこう言ったんです。いるって、そっか、いいだろうって言って、もう彼のことを知ってる人なんてもうほとんどいないですよ、状況は。で僕はもう行ってたから、よく知ってるから、うわーって祈りました。英語マイネとかって言われて、いやそうじゃなくて、僕英語マイネじゃなくて、僕はもうよく状況知ってるから祈れたんですよ。でもたまたま座ったんですよ。もうこういうのはもう連続してるんですね。で何言いたいかっていうと、なんかねこう人間的にねこう集まってね、お互い知り合ってなんだかなんかじゃないんですよ。もう神様が全部しておられる。もっと深いんですよ。でこういうことが神様は行われます。で下がれサタンってイエス様がおっしゃった理由っていうのは、これ巧妙なんですね。サタンっていうのは神のことを思わないで人のことを思ってるってでしょ。人のことを思って絶対的に正しいと思うでしょ。でこれがサタンの罠なんです、ね、人のことを考えてあげてない、人でなしっていう言葉あるじゃないですか、日本語に。人でなし、ね、考えてないじゃないか。もちろん人のことをね、神は考えておられます。でも神のことを
ないがしろにして人のことを思うの、これサタンですよ。サタンです。でももう今の時代はこれが巧妙に働いてます。自分の思い、自分の考え、感じてることっていうのを何か、違うんだっていうふうに否定されると、もうどんなに攻撃的になってもいいというね、まあ、そういう空気がいっぱい充満している時代に来てます私は。しかしイエス様のように下がれサタンですね。この人じゃないんですよ。終わりの日ってどういう日か知ってますか？終わりの日っていうのは神々をものともせずに自分を一番高くするハンキリストが生きてる時代、ハンキリストが出てくる時代です。もう超人間主義ですよ。人間至上主義です。怖いね。これ美しいもの、素晴らしいものとして語られているのが今の時代ですね。サタンが働いています。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。今この群衆って書いてますけど、ここで群衆っていうのはこのユダヤ人のこの一般群衆じゃなくて、おそらくはこの十二弟子以外のこうついてきてた弟子たちって感じでしょうね、おそらくね。でみんな含めてペテロのように近い人間でさえイエス様の言っていることにつまずいてるんだから、このついてきている全員に対して私についてきたいならこうしなさいと、来なさいと、ある意味突き放しています。ある意味で無理やり従わせるんじゃなくて、私についてくるならば自分を捨てて自分の十字架を追ってそれでついてきなさいと言ってるんですね。イエス様がここで言われているのは、一番邪魔になっているものって敵って何か、ローマでもないです、パリサイ派でもないです。一番邪魔になっているのは自分なんです。敵は自分なんです。自分のあり方を捨てる。だからさっき言ったピリピのね手紙、キリストは自分を虚しくしたって書いてあります。自分の十字架を追ってというのもそうですね。自分というのは自己主張をするものなんです。さっき言ったようにもう攻撃的になってもいいんだってね。そして何としてでも自分というものを突き通そうとするんですね。しかしちょうど熱心党の者たちがローマに武力で戦ったんですけども、ローマ兵によって制圧させられて十字架に貼り付けにされていくという、あの復活の映画ですね、あれ覚えてますか？最初の場面に熱心党が戦ってるでしょ。だからそれでメシアが来るってはっきり言ってたね。それであの主人公を殺してるんですよね、最後に。あれがローマ兵が聞いてる時のメシアなんですよ。メシアって言葉聞くとあれなんですよ、ね、十字架なんてもう考えられないよね。でも熱心党員がそうやって貼り付けにされていくんです、反逆罪で。でそういうジタバタしていくものに対してもう絶対にそうさせないという服従屈服、その道具が十字架です。自分というものは十字架につけられなければ死ぬことができないわけなんです。自分の十字架を追いなさい、服従する、神に従わせる。だから自分ではなくて、自分の思いではなくて神の思いを選び取っていくときに、自分というものは十字架につけていく必要があるわけなんです。で次に、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と国のために命を失う者はそれを救うのですと。自分を救うっていうのは当たり前のことです。生存本能です。中学校の時に目傷つけたことあるんですね。なんかちょっと鉄製 の鉛筆削りってあるじゃないですか。あれをなんかどっかそこでなんか悪ふざけしてる子たちがこう投げ合いっこしてたんでね、それが僕に当たっちゃったんですよ。で普通ね目つぶるじゃないですか。それがね間に合わなかったみたいなんだよね。かなり痛くて気づいちゃったんですよ。確か教頭先生かどうかってね、彼は謝ったけどね、あの時許したと思いますけども、で普通でもね何とかして製造本能で動かしますよね。例えばバスの運転手も
余計時には自分を守るとするか、こっちハンドル切るのかな、わかんないけど、とにかく自分を守るためのもうメカニズムですよね、自分を救おうとすると。でもここで言ってるのはそれ自体を否定してるわけではないんだけれども、その何とかして生きていこうとする、その救っていこうとするものがあるんですよ。でね、こういうこと言ったらなんか度肝抜いた人がいたんですけども、あのこれ説教聞いている中でね、自殺も自分を救おうとする行為なんです。メンツなんだよね、メンツ、自分を、ま、守るために死ぬんですよ、名誉次第、簡単に言うと、ね、クリスチャンは自分に死ぬことなんです。イエス様の十字架見るときに自殺するよりもっと情けなくならなきゃいけないんです。もう自分には何にも良いものがない、自分は救いようがない、死んでも死にきれない、死んだところで何も解決しない。そして自分が、そしてイエス様がよみがえったっていうところにのみ希望があります。自分が生きているのはもはや自分ではなく、キリストを信じる信仰によって生きるのですとパウロは言いましたが、それになんですね。もう今生きているのはキリストのゆえに生きているんだということだから、私と福音のために命を失うと、この命を失ったらそういう意味です。知らないでください皆さん、自殺宗教じゃないからね。でだから断ったんですよ、自殺でも自分を救おうとしてるよっていう。自分の命を失ったらこういうことなんです。十字架を見つめるということです。神の恵みをこの受け入れるということなんです。でこれね、プライドは許さないんですよ、本当に。まっさらにならないと、子供みたいにならないと、そういう人が自分を救います。人はたとえ全世界を手に入れても自分に命を失ったら何の益があるでしょうか。自分に命を買い戻すためのに人は一体何を差し出せばいいのでしょうか。はい、自分の命ってどこにあるのかっていうことをね、生きている意味ってのはどこにあるのかっていうことを問いかけている御言葉ですけれども、命あってこその財産でしょ、この全世界を手に入れても。ちょっとね、あのどうですか皆さん、欲しいものって言って限りなく考えて、命とその欲しいものとどっちが大事、やっぱり命でしょ。命なかったらその物が楽しめないよね。でも人間って愚かなもので逆をいつでもやってしまう、この取引をしてしまう。あのエサウがその愚かさの典型ですけれども、一杯の食物かスープをと取引して、長子の権利ですね、これ相続財産ですよ。長子の権利、または霊的にはこれは神の国を受け継ぐという意味合いもあります。これを犠牲にしたんです。たった一杯だよ、一杯でもやっちゃうんですよ。今のこれが大事なんだよ、この生活が大事だから、永遠の命なんてどういいよ、どうでもって、こういうね、大事なね、関係があるんだよ。もうイエス様信じるなんていうのはいいんだよって、こっちの大事なんだから。どっちが大事なんですかって、自分の命が罪によって滅ぼされて地獄に行ってしまうと、魂が、それか神の国の中に入る、天の中に入るっていうのと、どっちが大事なんですか。永遠に生きるんですよ。で今度は自分の命の値段はいくらかって話をしてるんですね。どれだけの命のこの値段で、身代金で自分の命の代わりになるのかっていうね、これもね、どんなにねお金つぎ込んでも命には変えられないですよね。でも人間はあまりにも安価なものと自分の人生を交換してしまいます。これはまるで絵画のオークションでね、有名な額のものだと思って億単位で購入したら偽物だったみたいなもんですよね。価値のないもののために高価な命を支払ってしまう。命というのは命によってしか贖われません。そうですね、お金が、お金というか対価ですよ、対価。
命は命なんです。しかも、高価な命でないとダメです。その完全無欠な命でないとダメです。イエス様の命しかないんですよ。神のこの命しかないんですよ。だからイエス様が死んでくださいました。で、次に、誰でもこのような会員と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じますと。はい、このような会員と罪の時代って言ったんですね。さっき のパリサイ人に対して今の時代はってこう言ったでしょ。で、ここでも会員と罪の時代だってこう言ったんです。これは旧約聖書の中に何度もイスラエルが偶像を犯してね、それで会員の罪を犯しているって神様が咎められたんですけれども、そのことを話しています。今ここに偶像はないかもしれない、この彼らのところに。でも心の中は完全に冷え切っていて固くなになっていて、違うものを偶像にしていたんですね。その、なんだっけ、このパリサイ人はですね、この掟ですね、この人の言い伝えとかですね、そういうものを偶像にしていたんですよですね。で、それでもう本当に神様から違うところで、この他の女を作ってるっていうか、この、また逆で男を作ってるって言った方がいいかな、自分が女としてね。そういう状況にあった。で、この時代に生きてるんだよって言うんですね。私もある意味でこういう時代に生きています。その時に、私と私の言葉を恥じるならって書いてます。イエス様の言葉はえっていう、こうビビりまくる、ビビるね、言葉なんですよ。自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいとかですね。イエス様の言葉はね、このやっぱり恥じてしまう誘惑があります。言わない、イエス様の名前を言わない。イエス様の言葉は、まあ、ちょっとこの今こういうことを言ったら、もういや、実践してたら絶対風当たりが強いとか、反対を受けるとか、バカ者に見られるとか、不利になるとか、いろんなものがあって、これはやばいと。で、そういうのを恥じたらですね、今度は来る神の国がね、栄光を帯びて、神様が栄光を帯びていらっしゃるわけですけれども、ね、で、その時に、その人を恥じるって言うんです。だから、今の国の、今のこの世の栄光ではなくて、向こうの栄光を見るときに、神の言葉をしっかりと握っていなさいということなんです。で、これが、信じるってことが大事です。信じる、そのように見えなくても信じるんです。これ一週間戦いだと思います。また次の週も戦いだと思います。イエスも戻ってくればその前でいいんだけども、戻ってくればね、今でも戻ってきてほしいですけれども、戦いだと思う。戦いって何の戦いかっていうと、見えないものの戦いです。で、ずっと雨が降ってるみたいな戦いです。今朝も話しました。でも雲の上は快晴なんですね。神の言葉を信じて、神を信じてください。もうちょっとアホかって思われるぐらい。だからこれが例えば黒なのに白ですとかって言ってるようなもんだから、ね、これ白なんだって言ってバカかですよ。でも本当は白いんですよ。これ撮ったらね、わかんないけど、これ黒いかな。いやいや、これ白い、これ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 白いね。ね、白いんだよ。やっぱ白かったじゃんってなるんですよ。あ、グレーか。で、こういうふうに信じるんですね。神様は必ずそういう人に報いを与えてくださいます。ということで、このイエス様が弟子たちに対するこの戒めを、見てきましたですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様の素晴らしい言葉を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの神の言葉、イエス様とイエス様の言葉を恥じないで、恥としませんとパウロは言いましたけれども、私は福音を恥としませんと。なぜかと言ったら、ユダヤ人をはじめギリシャ人も信じる者すべてに救いを与える神の力なんだとあなたは言われました。神の力です。救いを与えるんです。この素晴らしい素晴らしいあなたのものすごい、とてつもないイエス様を復活させるような力を持って行われるこの、この御業を信じて、私たちが恥じることなく生きることができますよう助けてください。その時に邪魔なのが自分自身です。自分を十字架につけて、
そしてイエス様に従っていくことができますように助けてください。聖霊の力を本当に必要な時に一歩一歩一瞬一瞬聖霊の力をお与えくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。